はいどうもパルでございますと、はい今回からですねこちらアクア無料9連会のに入らせていただきたいと思いますと、その記念すべき1日目ですね。はい今回もね楽しくやらせていただきたいと思いますと、でねあのミューズの方はねすでに10日間引き終えておりますので、そちらまだ未視聴という方はね概要欄の方にリンク貼っておきましたので、そちらからご視聴いただけるとありがたいですので、今回はねこのアクア無料勧誘なんですけど、もちろん僕が狙って引くのはユーラの花丸ちゃん、そう僕の推しである花丸ちゃんですね。まあ花丸ちゃんに引けるように、ね、10日間頑張って引いていきたいと思いますと、でねちょっとまあミューズの方の話になっちゃうんですけど、そのミューズ1日目みたいな結果はいらないからねマジで。まあこういうことっすよ皆様、そうこういうことなんですよ。本当そういうポケマジでいらないからということでね、まあ1日目ね頑張って引かせていただきたいと思いますと、さあ当たるのかユーラの花丸ちゃん、いきましょう。さあ来てくれるか、ほいよいしょ。マジで、え 1日目だよまだ、ちょっとフィナーレには早いっすよそれ。えおおダイヤ様来てくれた、可愛すぎる。おそしてクロッと来て、おおエッセンスレアのチカチやば、え1日目からちょっと神展開すぎんえ大丈夫こんな喧嘩で逆に S ラー来てないしそして花丸ちゃんもしっかり2人来てくれてるって、こんなことあるんだ、1日目からありがてう、わダイヤ様来てくれました、可愛すぎるめちゃくちゃ可愛いじゃん。これおとぎ話編のねダイヤ様でいいのかな、なんか覚醒したらねあのめちゃくちゃクールなかっこいい狼さんダイヤ様になるっていうね多分それだと思うんですけどね。いやこのやば赤ずきんかぶったダイヤさんめちゃくちゃ可愛すぎるいやー食べてもらいてえわ。そしてね、さらに、あ、SS レア、はい、くるっとして来てくれた SS レアのチカチーでございますと、やべ、かわいすぎない？ちょっと。獣耳、獣耳はやばいってマジで。その尻尾とかもめちゃくちゃ似合ってるしさ。食べていいですか？待って待ってみんな勘違いしないで、こっちじゃなくてこっち。はい、そんなわけでね、本当にありがたいことに、まさかまさかの1日目からね、ユーラのダイヤ様が来てくれたということでね、いや、本当にめちゃくちゃ可愛いっすよね。これ逆に先行き不安だな。